出まいりました。ねんねすっぴんだけど お風呂に入ってきて、今斜めにねこうシャーってなってる座布団、なんていうのクッションに座ってるからすごく座り心地悪いわ。あ、ちょっと難しい。ちょ、ぎゅうぎゅう言うね。はい、こんばんは。梶島です。すごい最近ここでショールームすることが多くなりましたね。電波状況がね、ここが一番いいんです。斜め見せてあげようか。こういうやつです。足のストレッチのさ、やつなんだよね。ボイストレーニングでね、これを結構使ったりしていまして、まあ、乗るだけじゃなんかなと思ったので、ちょっと座ってみたりしてます。まあまあ、目かゆい、ちょっと目かいてもいいですか。眠たいですね、すごく。今日は朝が早かったりしたんですけど、背筋伸ばせるのかね。まあ、それもあるかな。なんていうのかな、体重のかけ具合みたいなのが結構こう排泄だったりしたので、私の場合はこのクッションね結構使ったり。いや、ボイストレーニングは本当に私はね、こうやって4年弱ぐらいやらせてもらってますけども、どうなんだろうね。皆さんにとっては変わったなって思ってもらえる部分があるのかないのか、ちょっとわからないですけども、最初はボイストレーニング、私はずっと泣いてばかりでしたよ。うーって、そんなわーわー泣いてはないですけど、うーんって思いながら、メソメソ、よくしてました。めちゃくちゃ変わった。あ、本当によかったです。それは本当に不安ですよね。歌はずっと不安かもしれない。そうね、辛かったん？辛かった 辛かった、ボイトレ いやー、自分でも格段に変わったかもって思ったの、ここ1年くらいなんですよ。それまではほとんど変わってなかったと思う。どうだろう よく乗り越えた、強くなったね、高音が出るようになったよね。でも歌うの好き？今やっとかな、歌うことが好きになったのは。ソロ曲をもらってからかも、好きになったのはかな。ソロ曲をもらってから好きになり始めたかな。だから年数を超えていく旅、日数を超えていくたびに好きは増していくかもしれない。だからさ、こうみんなが与えてくれるものが私は好きになるかも、結構。ソロ曲って実はなんかと、なんていうのかな、企画もので1位になることができたんじゃないわ、違う あ、でも投票はあったのか。なんかこう実力診断テストっていうものをね、2期とプロレスちゃんとやって、そこで MVP を取ることができたんですけど、そこで初めてソロ曲をもらえて、そこから歌と向き合うことが向き合うようになりましてですね。あー、ドアが開いてしまう。そうですね、歌声しみるやって。うわ、嬉しいな。でも届いてる。カジの投票しなかった。いや、いいんですよ。それは、
それがあの、ね、イベントのね来てくれた人が投票だったりしたんですけど、投票はもうね好きな人に投票しよう、好きな人っていうか よかったと思う人に投票するのがね一番ですから、苦手を克服にして好きになっていくの。あそうね、喉も強くなった。あそうだね、確かにギター始めてからかな安定している。本当ですかね、歌うことが好きになって本当に良かった。ナマステ。そうね、いやー嬉しいです。やっぱまあデビュー曲をね聴いていただくと分かるんですけど、私はもう333初めてもらったオリジナル曲だったんですけど、すごいですよね、ソロパート6文字ぐらいですよ。かなえる、あいや7文字です。ソロパートそうなんですよ。まあここから始まった梶島のお歌ですけども、正直最初はもう歌いたくなかったですね。やだった歌うの、なんかね自分があの足を引っ張ってるなこれはっていうのが目に染みで感じてたんでね、それがすごくあーやだもう静かにしてるっていう感じだったんで結構そうそう、すごいね7文字、君とと叶えるっていうこの7文字をね私は歌っていました。でもそれに命かけたけどね本当に、うん、そうそう、大躍進。いやどうかな、私にとっちゃすごい信じられない出来事だから、もし前の自分に戻ったらならば教えてあげたい、うん、そしてもっと頑張れって言いたいかなかな。いろんなメンバーからパート引き継いでっていうのもやむ。そうですね、まあ卒業メンバーが出てからいただいた曲っていうのは結構新しい曲は、まあ、また別ですけど、昔からある曲ってほとんどのパートは元メンバーのパートです。私が歌ってるのは自分のパートはあんまないです、もともとはあんまなかったので。そうそうそう、なんかここ誰のパートだろうってこうあれかも、全部実は家事のパートではほぼないですそうそうそう、でもこれは自分のパートじゃなくてよかったなって今すごい思うかもしれない。そうそう、もしこれが自分のパートだったらもうちょっと違ったのかなと思う。自分のパートじゃないからこそ思い入れってものがファンの方にあったりとか、その子じゃなきゃダメだよねっていうパートだったりしたから、それがすごくねあの頑張ろうっていうか大切に歌わなければっていう気持ちがあの強く心に刺さったかもね。あとは私にとってはリコちゃんがっていう元メンバー、橋村リコっていうメンバーがいたんですけど、そのメンバーが最後にくれたあの言葉で頑張ろうかなって思いましてね。なんかどのパートかっていうのはちょっとなかなか言えないんですけど、このパートは家事に歌ってほしいんだとか結構卒業する前に言ってくれてて、そうそう、そういうの聞いて、やっぱりあの元メンバー同い年のメンバーだったんですけど、そのメンバーの子はあのすごくなんて言うんですかね、あの歌に心を込めて歌ってる子だったので、すごくあの私もなんかちょっと引き継ぎたいっていう気持ちもあったし、なんかこう大切に歌わなければっていう気持ちがあるかな、あったのかなって思う。改めてこう思ったっていうよりかはもう勝手に思ってたのかなって思うかな。7文字から始めよう、なんか作品できるのいいね、めちゃくちゃいいじゃないですか。いやいいですね、そうね、めちゃくちゃいいかもしれない。そうね、だから僕はねなんかあんまり言うと恥ずかしいけど、ブルースカイブルースの落ちサビが
初期からずっと一緒にやってるまーちゃんと千夏はメインボーカルとして今までずっとやってきてくれてるけど、なんていうのかな、3人で落ちサビを回すって決まった時は本当に焦りましたけど、皆さんの前で初披露できた時は本当に嬉しくって、あのメンバーの元メンバーの橋村莉子にあの報告はしたのは覚えてます。私ここに歌うんだって言ったら、あのすごいって言ってくれて、あのなんていうかな、すごいあの家事がすごい落ちサビそこの3人で回すの喜んでたわとか言ってめっちゃ笑ってました。そうそう、それくらい私には歌が本当に正直イメージみたいなのがないようなメンバーなので、メンバーだったので、やっぱりこう足を引っ張らないためにも、やっぱ皆さんにいろんなものを伝えるためにもね、これからも頑張っていきたいところなんですけどね。どうですかね。そうね、まあ、ギターを始めたのもよかったなってすごい思うかも。そうそう、だから今こうやってね、今聴いてくれてる人、どんな歌を届けられるか楽しみにしていてくれると嬉しいなって思います。うん、ブルースカイブルースっていいね、いい話や。ああ嬉しいな。歌のパートが少ないとその一つをすごい考える。そうだね、だから私がよく言った、何回も言ったかもしれんけど、あの私が作らせてもらった曲が新曲のどの道ハッピーっていう曲に、メンバーのなんだろう、全員がそこしかないメロディーで、そこしかないパート一人一人全員に持ってほしくって作ったのが D メロ。 D メロって言ってわかるかな、難しいね。音ラララの前ですかね。そうそうそうかな。でもそれは私が、まあ、後輩にっていう感じに言うと偉そうだけど、やっぱり歌を頑張りたいメンバーもいるだろうし、逆に歌に自信がないメンバーもいるだろうし、私は歌に自信がないメンバーだったりしたし、結構なんだろう、歌う経験って大事なんだろうなってずっと思ってたから、そうそうそう、なんかそういうことが私にしかできないかもって思ったっていう感じかな。そうそう、だからなんだろう、本当にそこのパートしかそのメロディーは歌えないっていうのが あると本当に気持ちが変わるんだろうなって思ったんだよね。そう、私がそうだったからっていうのはあるかな。だって君、そう、サンサンサンとかもそうだけど、で同じメロディーがあったりはするだろうけど、メロディーを伝えるのが自分しかいないってなった時に考えることってあるよねっていうこと。それをどうしてもなかなかこう、わかんない、歌が得意なメンバーもそう、苦手なメンバーもそう、経験がこうなんか私にはなんかできないかなと思ってできたのがどの道ハッピーだし、どの道ハッピーの D メロはマジで考えて作った。そうなんです、あんまり歌わせてもらえなかったからこそなんかな。なんだろうね、歌わせてもらえなかったってよりかは歌えなかったんだよね、本当に自分が。そうそうそう、だからね、そうね、やっぱそのパートで人生変わったりするからね。私はこういろんなパートを出してもらってるけど、その中でもなんか分岐点だったパートをもらったパートだったりとかあるもん。やっぱりそのパートが来た時に、
あ、ここ私が歌うんだってすごく感じたやつもあったしさ、そのパートだけがうまくいかなくてめっちゃ奮闘したよっていうパートがあったりとか、やっぱこう思い出が、思い入れとも思い出とかがあるからねっていう感じ。そうね、そういうこだわりがあって、あると、うん、味わいが変わってくる。あ、そうね、それは嬉しいな。味わいが変わってきてくれるとまたいいかもね。今夜はマジな話なので、おちょきはやめておきますね。あ、そんなことないけど、おちょけはね、カジシマには必要だからね、やっぱり。おちょけ。何コーダーパートは分岐点。いや、それさ、分岐点っていうか、スタートだよね。だったかもね。かな。あ、みんなありがとうございます。このボイトレの話から結構脱線しちゃったけど。まあ、ボイストレーニングは私にとっては最初は本当にしんどくて。うん。泣いてしまうんですよ、悔しくって。私悔しくってすごいさ、涙出ちゃうタイプなんですよ、悔しいと。情けない。そうでさ、なんかうまくいかんくて、もうすぐビービーってやってました。もう本当に情けない。今も泣かないかって言われたら泣いてしまうこともあるけれど、いや本当にしんどかった歌。まだまだだけどね、ここまで来るのにマジで時間かかった。そうそう、だから人に聞いてもらえるくらいの歌にはな慣れてたらいいなって思うかな。うん、配信ではそういうところ見せないって偉い。あー、どうだろう、出ちゃってる時はあるかもしんないけど、わかんないけどね。いや、わかんない、こうね、歌まあ好みはありますけど、好きでいていただけたら嬉しいですね。まさか自分がこうやってソロでさ、カジスティックライブをやろうとか考える日が来るとは思わなかったよね今。まあ、でもこういうね、なかなか皆さんにお会いできない状況になるとなってしまったっていうのもあるけれど、すごくあの私はなんかわかんないけど、何かを届けたいんだよっていう気持ちがなんかこう強いのかわかんないけど、すごいギターとかやっといてよかったと思ったし、ギターやったら、まあそれギターやったらそれ歌うよねっていう、歌うよねそりゃっていうところあるけれど、そうね、歌を一人で歌いたいって思えるのは皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そうだね、なんかみんなが待っててくれてるかもって思えると頑張れるかな。こんな日が来るとは思わずにいたって歌詞みたい。あー、でも本当だ、歌詞みたい。カラオケ大好きで人からしてるけど、歌って呼吸が大事だなと思って。あ、でも確かに私も思う。私意外と一人カラオケ好きなんですけど、うん、そうそうそう、自分の歌い方を見つけた。ギターをやったら歌うという発想がそもそも音楽の人。うわー、嬉しいな。でもこの間柏パルーザですごいね、厳重な、対策を取りながらですけども、お客さんを少しだけ、お入れすることができてね、皆さんに、ライブをお届け、まあ、ネット配信もありましたけど、そういうことができたんですけど、ボイトレの先生が来てくれてました、杉浦先生。私今までこうライブをやるとすごい、ものすごい量のダメ出しじゃないけど、こうご指導をいただくんですね。いや、私は上がり症もそう、力が入っちゃう、姿勢が悪い、声質もそうですけど、なかなかこう曲の感じをつかめなかったりとか、
すごいするの、ね、失敗を結構しちゃうので、本番終わった後に反省の時にね、いろんなことをこう習得するためにスポンジのように吸収していこうと頑張っているんですけども、1公演目が終わった後、すごく嬉しいことにダメ出しご指導がなかったんですよ。このまま行きなさいって言ってもらえたんですよね。なんかそれが初めてで、そうそうそう、そうなの、それがびっくりした。本当に初めて、いや、ご指導を受けなかったのが良かったとか完璧だとか言いたいんじゃなくって、自分が今出せるものっていうのを、まあ、自粛期間明けちゃんとこう、なんだろう、今まで頑張ってきたものが柏パルーザのライブの時に多分出せてたんだなと思って、そう、初めてでした。だからそれがすごい嬉しかったです。はじめは声出すのまで言われてたのに、すごい覚えててくれてたんだ、私が少しボソッと言ってしまったことを。懐かしいですね。オーディションの時ですね。まず私オーディションの時歌わないでって言われたんですよ。それは歌を歌っていい体ができてなかったんです。そうそう、だからその前の段階から私始まったんですね。普通じゃないってことだ。そんなところから始まる人多分そうそういないみたいだけど、そうそう、ね、そこから始まってて、そこ歌えるまですごく時間がかかり、やっと歌えるようになったと思ったら、そこからもがすごい、なんなら災難だったりとか、そうね、からなんだろう、おぎゃーから始まった感じ。一から声の出し方を猛勉強して、猛勉強よ、あれよ、英語勉強するのと一緒だから、新しいは何、新しい言語を覚えるような感じだった。毎日が、そう、毎日が治療っていうのかな、毎日がもうなんか違う日本語じゃなくってまた新しい言語をずっと喋ってる感じ、それがねすごいしんどかった。この一番、歌わないでと言われた人が4年間ソロアコースティックライブやるまでのドキュメンタリーをくださいって。すごい。できるかなって。でも歌がね上手になったらの話ですけどね。なんだろう、でも私そのオーディションまだ合格とか言われてない時、最終審査前にそれ言われたんです。うん、受かると思わないでしょ、それ言われたらさ。だって歌う仕事なわけだし、だから山田さん社長、そして審査をしてくださった方、そして応援、その時応援してくれてた子、応援してくれた方もそうだけど、私をアップアップガールズ過去2期に入れようって思うことが多分成功の想像よりもはるかに失敗の想像の方が大きいはずなんだけど、リスクが大きすぎるのに取っていただいたのが本当に手違い？なんだろうっていう。すごくありがたいことですよね。奇跡なんじゃないかなって私はずっと思ってます。手品だったかな。で、最初の特技手品だったんですよ。すごくない？全くやったことないのにって。自分も、ナマステ師匠さん、自分も今仕事全く新しい勉強してるから改めてやる気出た。
わーすごいな。なんか やめたくなるんだよね絶対。私新しいことを始める、もちろんギターもそうだし、なんだリコーダーもそうだし、なんだろういろんなことを、あーでも MC もそうか、喋ることもそう、ショールームもそう、何もかもそう、私一回やめたくなっちゃうんだよね。それがどうもちょっと良くないところかもしれないけど、そこなんだよね踏ん張り時ってさ、そこでやめるかやめないかで大きな差が出るってことが分かった。秋っぽいね、相当秋っぽいと思うかな。メンテ100出てきちゃった。メンテナンスはどうなってますか。動きないですね、ちょっと待ってるんですけどね、待ってるんですけど、みんな家事に力をもらっている。本当にそれは嬉しいな。継続は力よな。なんかやりたいことってある人ない人いると思うけど、やりたいことをやるっていうふうには思ってるけど、やりたいことがやりたくないことになることってあるじゃん。そこがしんどいよね。ぽいよ私は。すごく自分にも甘いですしね。ただみんなが浮かぶんで、そこが私の一番の強みがみんなですわ。それが一番の強み私の、うん、それすごい思うかな。だってショールームをつけたらコメントしてくれる人がいて、ツイッターやったら見てくれてる人がいて、いいねしてくれてる人がいて、リツイートしてくれる人がいて、ギターをやったら喜んでくれる人がいて、リコーダーをやったら覚えてくれる人がいて、って考えたらさ恵まれてるなってすごい思うよ。だって今までさバスケやって、じゃあ誰が応援してくれてたのって、まあ、お母さんお父さん応援してくれてましたけども、もちろんそれだけじゃなくて勉強もそう、何をやるにしてもやっぱりこうくじけるんですよ私は、弱いから自分に。でも今は違うってねことです。誰かがいるっていうことですわ。これがすごいよね。ファンのことを考えてくれるのが本当に嬉しいんだよな。おこがましくなっちゃうけど、いやいやいや逆だよ。だって私のことを考えてくれてるってことだよね。それがおこがましいのは私やわって、ただの人間だろもん私って。そうですわ、だから本当に恩返しをねこれからもやっぱし続けたいと思います。期待を下回ってしまうこともたくさんあると思うけど、これからもワクワクをお届けしていきたいところですね。カジターテイメントですわ。はい、だからみんなも分かんない、私が言って説得力があるか分かんないけど、なんか大変なこととかが絶対にあるけどさ、一緒に頑張ろう。大丈夫だ、死にかける時もあるさ。あのなんだろう、そのあの本当にあの事故とかそういうことじゃなくて、あの心がね痛くってもう立てないよって時があると思う。そんな私なんか心弱い自分に甘いから、いつも言う、いつもは嘘だけど結構こうあのすぐうーっと言うんで、ちょっとダメダメですけど、もっと大変なことがねこの先絶対に待ってると思うけどね。でもそうね、私みんなが頑張ってるって思ったら私も頑張れるんで、一緒に頑張ってください、お願いします
頑張ろうみんなで。梶島はみんな、あのみんなプラス、まあ、このショールームを見れなかった人もそうですよ。梶島屋っていう言葉が頭にこういう文字がポッて入ってる方全員ですわ。あのそういうの方々だから、梶島屋プラスみんなイコールアップアップガールズ格好人気の梶島屋ですから。そうですわ。まずアップアップガールズ格好人気の梶島屋になるまでにはあなたたちが必要よっていうことですね。まあプラスしてジンジャーエール、プラスしてカレー、そうプラスして、そうね、ちょっと最近好きなものはドラマもそうだけど、なんかプラスしてもいいかなとは思うけども、そうですね、思いますわ。待って、梶島あやってタトゥー入れたいんです。すごい圧がすごくない？梶島やってあのね、分厚いぜ文字が。いつかドリンクバーを足してあげて、いや欲しいですねドリンクバー、本当にドリンクバー欲しいさ。夢かなうんかな、たくさん皆さんに応援してもらって大きいステージ立てるようになって、梶島彩っていう名前で元気になってくれる人が増えて、あーうるすごい大きい希望になってしまうけど、テレビ出たいなって思ってるし、何アップが2期行ってもっと大きいとこ行きたいなと思ってさるしさ、あの何あそういう夢がいっぱい叶ってさ、お金持ちになったらさドリンクバー買えるんかな、どう思う、なんか買えるんかな、私生きてるうちにドリンクバー買えるくらい大きくなれるんだろうか、うん、どうかな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 、前メロなんだけど、トゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥル、私がお金持ちになりたい理由って、ドリンクバーを買いたいっていう理由はマジ8割で、2割お母さんとお父さんに心配をかけたくない。2割すんなよ、5割って言うとこ、5割5割です。5割ドリンクバーが欲しい、5割あのお母さんお父さんを心配もうかけたくないことかな、実はお金持ちになりたい理由。もっとドリンクバー欲しいこと大きく言った方がいい。お湯痛いもん、ちゃうもん、店経営だって無理、そんなのできるんかな。いや本当はさ好感度的に言うとさ、やっぱ8割親に心配をかけたくないし恩返しをしたいです、2割ドリンクバー欲しいかなくらいじゃん。ごめん、私5割ぐらいはドリンクバーでお金持ちになりたい理由だって、本当にマジですっごいお金持ちじゃないと、マジあのちょっとやそっとのお金持ちじゃドリンクバー買えないかんね、マジ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 、本当にうわっていうぐらいの、うわっていうぐらいのお金持ちにならないとドリンクバーは買えないって、買えないっていうか売ってもらえないんだよ。だから本当に頑張らないと、厳しいということだから頑張りましょうっていう感じやですね。ドリンクバーを自分で作るぐらい、あれか自己プロデュースですね。ドリンクバー禁止してるって、あ、そうなんだっていうくらいドリンクバー欲しいんでした。だからママになんか欲しいものあるって聞かれてドリンクバーって答えたらもう聞かれなくなった。売っ
ってないなら書いてオリジナル。それがすごい大変だと思う、作るの。だからね、本当に思います。カジノプロデュースするドリンクバーは何があるの？え、そんな聞く？いいの？長くなるよ、みんな。あ、長くなると思うよ。いや、でもボタンは丸がいい。本当はね、やっぱタブレット的なのが今流行ってるじゃないですか。スカイラークら辺、スカイラークら辺の何？わかる？結構さ、そうそう、あれでしょ、パッド、タッチ系じゃん。 いいんだけどすごくいいんだけど、丸、こういう大きいさ、こういう丸のさやつがいいなって私思っちゃう。本当に炭酸水、先余ってるから炭酸水はつけようと思った。うん、そうね。まあ絶対に入れたいのは、今日ジンジャーエール飲んだんだけど、ジンジャーエールと野菜ジュースと炭酸水。そうね、まあ鹿島県ウーロン茶なんだけど、緑茶がいいな。冷たい、温かい緑茶。温かいできるのかな、やめとこう。緑茶、緑茶冷たいの欲しいね。緑茶、お茶系は緑茶にしましょう。うん、とファンタグレープ欲しい。うん、めちゃめちゃ欲しい。うわ、難しいな。でもうーん、まあコーラはあった方がいいのかな、無難に。コーラ、あと1個ぐらいいけんじゃないの。うん、あと1個ぐらいいきたいな。うわー、あれがいい、サイゼのさ、白ぶどう、食う白ぶどう、おいしいもん。でもさ、本当はさ、トニックウォーターをあるじゃん、サイゼに。あれすごいおいしいなって思うけど、なんかやっぱそうね、ちょっと難しいから。サイゼは影響されるよね。白ぶどうめっちゃ人気だと思う、多分。ファンタはオレンジ。あー、ダメ、ぶどう、ぶどうですわ。ジンジャーエールとの違い、トニックウォーター、味全然違うよ、びっくりするくらい。なんでみ、よし、ならば戦争。いやですよ、だって私が第一の決定権を持ってる気がするから、戦争なんてしなくたって勝てます。あー、メロンソーダだけはどうしても飲めないのでダメです。でもじいちゃんがメロンソーダ好きだから。あー、難しい。まあまあ、そんな話もちょっと長くなっちゃいそうなので、ここら辺にして、皆さんご覧いただきありがとうございました。たくさんなんかギフトをいただいたので、読んでいきたいと思います。そう、だからね、クマをもらった。だけどさ、もう何もないのよ。じゃあクマ一つにつき最近買ったものを言っていくスタイルにするか。最近買ったものをじゃあ紹介しよう。なした、こんな感じ。いつでも簡単に綺麗にしてくれるアルコール 62% 除菌ジェルです。どうなんだろうね、ちゃんと効果があるかどうか。正直こう目に見えて分かるものではないので分かんないけど、これ買った。ちっちゃいのが欲しくて。私割とウェットティッシュ派なんですけど、でかいから入らない時とかこれを、します。次、サイフォン、ありがとうございます。サイフォンにはじゃあ教えてあげようかな。最近何買ったかな。父の日を遅れちゃったので、父の日のプレゼントは買った。こんな感じです。お財布を買ったんですけど、こんな感じに
なってます。箱に火薬に入れて、今日私揃えちゃったんで、またちょっと渡したいと思います。何まで持ってんの、なんか私滑れちゃうの毎回。そうなんかうーんって忘れちゃうの、だからパパとタイミングが合わなくって。そう次、ナマステ師匠さん、ありがとうございます。ありがたい。次、ナマステ師匠さんにもじゃあ何か私が最近買ったものを、じゃあ今日ちょっと緑ジャージだからあんまりこう皆さんに見せ、ああちょっと映っちゃった、恥ずかしい恥ずかしい、ちょっと映っちゃった。最近買ったものをじゃあ探そう。無理かな、いや買い物は結構してるはずだからあるとは思うんだけど、どれだろう、何買ったかな。あったあれがいいじゃん。あ、そこにあるんか、ちょうどこの下だった。ちょっとこのスマホ台にしてた。新しいピックを買いました。硬いやつですわ。ちょっと何かに使おうと思っていて、私はここのブランドのピックが本当に大好きでこればっか使ってます。ナマステ師匠さんへ。次、ハサチンさん、さーてなくなってきたぞ。最近私最近結構買い物してると思ったんだけど、なんだろう。あ、今日ですね。ちょっと封開いてるんですけど、久しぶりにお菓子を食べました。まだ入ってますよ、いっぱい。お菓子、エンドウ豆スナック 100%。実は人狼ゲームの今日イベントがあったんですけど、人狼ゲームのイベントの机の下に潜めて置いてありました。実はどう言ったら帰るかな、不安です。実は学生みたいなことしてました私。そう、枝豆系のお菓子大好きなんです私。そう、かゆい家事全敗。あ、本当じゃない、私全部負けてる気がする。うわ、私全部負けてない、本当だ、私今日人狼全部負けてますわ。次、ジージさん、ありがとうございます。あら、ないね。あ、涼しい風が来てる、いい風。あ、お財布買ったわっていう、どうなんだろう、あんまりお財布って見せるのって嫌だよね。私お財布すっごい長持ちするんですよ。で、女の子ってお財布すごい好きだから何個あっても嬉しいんだけど、私はなぜかこうケチだから1個でしか過ごさないんですね。そう、でもそのお財布をあのリーベ期間中とかにバッと買ったんですよ。そうで、それを何年も使ってたので4年くらいかな、イリーベラか3年くらいか使ってて、もうボロッボロだったね、ボロッボロ。だから新しく買い替えたんです、こういう財布を。赤、真っ赤かの財布を買いました。はい何これそうですね。続いて、メガネメガネメガネさんですかね、ありがとうございます。最後ですね、何買ったかな、楽しい、買ったものを振り返るのもいいね、私が楽しいわ。なんだろう、
何かな、あ、化粧品であるじゃん、私絶対これだ。はい、じゃん、ブラシ。あの、私いつも大きいブラシを持ち歩いてたんですけど、さすがにでかいと長いと思いましてですね、ちっちゃいブラシを買ってみました。ブラシって私大好きなんですけど、何本あってもいいわって思うくらい持ってるんですけど、じゃん、ちっちゃいブラシで、って使えるようになりました。ちょっと洗ってさ、湿気ったままこの中に入れるのがちょっと雑菌が起きそうなので、ちょっと袋に困ってたりするんですけど、まあでもいいかなと思って買いました。耳かきじゃないんですよ。じゃあ、ありがとうございます。全員言えたかな。でその他、イワムンさん可愛い、いただきましてありがとうございます。ジジさんコロナありがとう。ジジさんアイファイヤーありがとうございます。すごいめっちゃくれてるわ、ありがとう。そしてイワムンさんコロナありがとう。ナマステシオさんとおといただきましてありがとうございます。ボルちゃんタコチューいただきました。ボルちゃんありがとう。ブチュさんとおといただきましてありがとうございます。ナマステシオさんとおとい、タケアルさんもとあがっちゃうありがとう。いや、イワムンさん可愛い、いただきました。テッテちゃん、あ、テッテちゃんアイファイヤーありがとう。イワムンさん、あ、ほら、いや、ありがとうございます。 Thank you, thank you。 はい、じゃあ皆さんにまた会えるの楽しみにしています。明日もお会いしましょう。お手を拝借、せーの、以上です。ありがとうございました。また明日も頑張りましょうね。月曜日 Let's go、 バイバーイ。